アプリ使って7614キロ。そうですね、2013年登録始めたのでだいたい30分ぐらいですかね。30分ぐらいをなんか4、5キロ、5キロぐらいかな、5キロ前後走って、でたまに結構早くちょっと心拍数上げて走る日も入れたり、なんか基本はなんかゆっくり走って風景を楽しんで、あ、いいなと思ったら写真撮る走ると全然違いますね。なんだろう、とりあえずもうスイッチが一気にグッと入るので、なんかやっぱり打ち合わせの前とか、あと撮影の前とか、やっぱ絶対走るといい仕事ができるし、なんかいいこうプレゼンができるので、なんか走らないとなんかしっくりこないですよね、一日は。あとなんかその最初はこう体調管理とか体型管理とか、なんかそういう感じで最初走り始めたんですけど、なんかこう走ってるとやっぱ朝からモチベーションが上がるので、なんか今はやっぱりね、なんかどちらかというといい仕事するために走ってるみたいな感じが多いかな。はい、チーズ。どうもすみませんでした。全体的にちょっと、あ、本当ですか。こっちの生活どう？撮影とかセミナーとかあんまないんですけど、なんかこういうやっぱりコンテストとかに作品出したりとか、そう JHA とか THA とか、やっぱりあれの結果が出るまではやっぱすごいドキドキしてます。やっぱノミネートするかしないかっていうのもその日にこう発表があるっていうのは大体わかるんで、日にちはその時はね、もうなんか朝からなんかふわふわしてます。堀江さんは去年グランプリおめでとうございました。あの美容師さんでしかできない作品作りで、こういったことって、超ドキドキするね、これ。今までで一番緊張してるかも。いろんなコンテストの中で。グランプリの発表です。お願いします。ショック。堀江さん、手番。まあ、どちらかというとトレンドよりも普遍的な、まあ、ハローワークとかそういう同じお店とかでさ、こう悔しい思いとか多分あると思うんだけど、自分で自らこう悔しい思いをしに行くトライっていうのは僕はすごい大事だと思ってて、なんかこう自分でこうコンテストにお金払ってさ出して、でそれの結果って多分自分でもさ、もしかしたらノミネートしてるかもしれないとか受賞してるかもしれないっていう期待は絶対持ってちゃう。自分がいいと思うものを作ってるから、でその時にダメだった時のその悔しい気持ちとか、なんかこう、あ、負けたくないとか、やっぱりもっといいの作りたいとか、なんかそういうのが
やっぱりこう人を成長してくれるっていうか、なんかそういうのがこうやっぱり普段のサラマークに絶対出るし、そういうのがこうねお客さんに対してのその1ミリのこだわりに絶対変わってくるから、だから自らそういう悔しい思いをしに行くっていうのはすごい大事だなと思って、うん、けど本当に悔しいです、うん、ありがとうございます、来ていただき本当に。新鮮に R4D っていうショップがあって、これまだあんま出回ってないブランドらしい。髪型一緒じゃない？そうコメントすごい嬉しかったです。あ、本当ですか。引きの方がねえ、なんかこれ良さそうですね、うん、そして俺あの iPhone が12になりました。5号です。あ、本当に着替えますね。着替えタイミング一緒でしたね。すげえ勧められて、じゃあと思って変えちゃった。ごめんけど、めっちゃいい。匂いじゃないですか。そうですね。スタッフ入ってる人はいいですね。匂いじゃないで。で、今なので、もしかしたらこれ言ってもしれないけど。はい。大丈夫です。けど、多分。あ、そうですか。ここで。なんか、マリン。デスクワークしながら刈り上げるみたいな。ちょっと堀さん一回あれ。服のバランス、ね、なんかいいですよねこの感じに。なんか力抜けていいですね。結構引くとね、青入るとここまで引くんですか。一回ちょっとビビッチする。あ、タトゥー入ってんだね。入ってます。あ、いや、ちょっと今水で流して、あのウエストの感じのバランスを。はい。あれ出すが良かったから、うん、あれを超えれればさらに。行きましょう。ダメです。ちょっとライトもちょっと大掛かりな。すいません。ちょっと待ってください。ちょっと楽しいですね、毎回。でも結構こうお互いに現場でやるから、うん、なんかこうセッションしてやってるっていう。なんか 100% あんま決めないで、もう現場で。これとかももう現場ですからね。これもとかも全然何の最終的にこうなるって誰も分かんなかったっていうか。その時のフィーリングでノリで作る、うん、思いつきでやる、準備だけしとく。カインどうなの、自分でもうバチバチ決めてやるの。割と決めちゃうかもしれない。いやでもなんかポーリーさんの見てるとそうじゃなくてもありなの、いろいろ膨らむからありなのかなとか思います。カメラマンさんとかスタイリストさんとかと一緒にやるとやるじゃん。なんか自分の可能性を引き出してくれるから、逆になんかそうもう完璧に絵を決めて作るとかっていうのはもうやったことないから。ユウさんとかもうこんな感じっていう風に打ち出してくるイメージと、そのカメラマン松山さんとが 100% 共有はできない。そうできないです、できないですよ。ちょっとしたものが。そうですよ、そうなんですよ、絶対そうなんですよね。だからちょっとお互いに遊びを持たせておかないとやっぱり。そうですよね、うん、だから最終的にいいなと思える方向性が一緒であればいいなと思います。確かに俺がいいなと思う方向と多分例えば堀さんがいいなと思う方向が違うと全然終わらないけど、やっぱお互いにいいなと思うのはこう方向性がね、うん、大事ですよね。そこが大事だと思いますね。確かに。これなんかウェットっぽい感じありますか。おー、かっけえ。おー、そうですね、正面だったら左、はい、このライティングだったら正面の方が。そうですね、このライトだと正面いいですね。サイドだったらさっきのライトを見るかもしれませんけど。うん、あれ、ふうたさんとかあるんですか。ライン、これ、なんかいいっぽいですね。うん、それ
れいいよね。なんかその上これ別ですか？これ水だけです。なんか僕はこっち新鮮ですね。なんかスカーンとこの潔良さは、うん、こっちだったらパンチ力的になんか、うんうんうん、そんな感じが。黒にもいけるけど。OK です。可能か。これを落ちやすいかもしゃれだったら後ろグッと。わかりました。松山さんの撮影の時はもう大体サカナクションっていうか、ほぼサカナクション。そうです。で特にホーリーダンス流すと。ホーリーダンス。ホーリーだけに。ホーリーだけに。ホーリーだけに。調子がいい。そうなんです。でも音楽は大事ですよね。大事ですよね。俺いつも大体ビートルズなんです、俺。はい、ここでやるときは。あ、そうですか。大体ビートルズなんですけど、ホーリーの時はやっぱサカナクション流した方が調子がいい。最近 TikTok を12月ぐらいから始めて、解き方ってあるじゃないですか。あのあれをサカナクションの曲だけでやってるっていうのをやってるんですよ。300万人ぐらい見てるやつとかも結構あるんですよ。300万人見てるんですか、はい、すげえな。これ 3.4M M? はい、これ7万いいね。すごくないそれ。でこれ全部サカナクションの曲なんですよ。すごいね。そう、昔個人集じゃなかったんですけど。あ、いや、まず土ショー一発行こうかな。そうですね。襟足はじゃあ見て切りましょうか。そうですね。まず土ショー見て、もしかするかもしれませんけど、まず土ショーを。了解です。ちょっと一回。ここさ、浮きやすいでしょ、まなみ。あ、浮きます。ここさ、中さ、ビヨンの中刈り上げると、はい、ピタッと体調になるね。うん、どう言ってみる。あ、全然はい。ちょっとね、ここね、撮るとめちゃめちゃ収まるの。本当にフィットするの。ピタッ、触ってみて。違うでしょ。すごい。ドライで切れないじゃん。けど、手さ温めてから切ると傷まないで切れる。新鮮じゃないこれ。これちょっと新鮮かもしれないですね。新しいですね。新しいですね。かっこいい。光もいいですよね。はい。ほら、やっぱ結果的にうまくはまりこの光。はまりますね。うん。前髪刈り上げて正解だ。これ前髪いいですね、見え方が。いい感じです。うん。で、すげえよ。超洒落てる。洒落てますね。うん、洒落てる洒落てる。いい感じ。濃い濃い、おしゃれよ、とっても。服もいいじゃん、やっぱそこらまで上がった方がいいね。あ、いいですよ。喉からいいな、いいっすね。喉からいい、さすが。ありがとうございます。さすが喉からいい。喉からいい。これ、地毛で作ってるというのがまた。めっちゃ濃いですよね。これ聞いてます。喉からできた。この前髪面白いですね。どうなってんだってなりますよね、これ。ナイス。これ、ふさん。いい。おー。あ、松山さん、これ。いいかもしれない。これいきそう、いきそうな感じありかも。かっこいい、べっちゃん。で、あ、結構いいかもしれない。あー、ナイス。で、ペチ。
いいいい、うまい。いいね。前回は両サイドが白いんですよね。うん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 、これ両サイド黒いでって。ああ、これ組み写真だ。さっき思いついた。お、さすがでした。ボーリーダンス。すごい。赤べちゃん、素敵。で、いいね、ナイス。綺麗だね、うん、いや多少顔動いてたのか、うん、素晴らしい。かっこいいですよ、これ。かっこいいですね。